どうもナオチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は宝の地図をやっていきたいと思います。宝の地図各地域に5つあると思うんですけども、なんと6番目の地図を発見しました。6番目の地図、入手はそんなに難しくありません。ここアルビオンの採掘場、ここで入手することができます。ここを掘りますと、まずアルビオンの宝の地図1から5を入手することができますよね。でさらに掘り進めると、各地域の宝の地図の6番を入手することができます。こんな感じですね。6番の地図が計5つあります。では早速コルニアの地図、こっから入手していきたいと思います。場所ですけども、コルニアの闇商人がいると思うんですよ。コルニアの闇商人、こっからまっすぐ下です。ここにあります。取りますとコルニアの地図6、ロスラリスの花剣かな、花剣花剣かな、うん、これを入手することができます。能力ですけどもこんな感じです。めちゃくちゃいいよね。 PP プラス1と HP 回復量がプラス 30%、 攻撃力はもちろん25、とんでもない性能ですね。では次に行きましょう。それでは次、ドラケンガルドですね。ドラケンガルドはここです。シュワルフルスの町、この辺りですね。シュワルフルスの町から上に行って、で右です。ここを通り抜けます。そうしたところここにあります。ここで入手できるのは、ヘレボルスの、なんだろう花尾のです。うん、なんだ、カフ違うな。まあまあいいでしょう。能力はこんな感じです。同じく一緒ですね。PP プラス1に HP 回復量プラス 30%、 まあこのシリーズが出るっていうことです。では次行きます。続いてエルヘイムです。エルヘイムは簡単でしたね。一番左側、ここにルノケイユの港町があります。ここのすぐ下のところです。ここですね。ここにあります。ここは槍ですね。オーキスの、仮装かな。能力は同じく PP プラス1の HP 回復量 30% です。では4つ目いきます。バストリアス地方です。バストリアスはここですね。ゴラザマックの町です。このゴラザマックの町のすぐ下のところにあります。ここですね。ここで入手できるのが、弓です。能力は同じく、PP1 の回復量 30%。 では最後の1ついきます。それではラスト、アルビオンのところです。アルビオンの場所ですけども、ここ、ウィングスワビーですね。ウィングスワビーの町、ここの右側です。ここですね。入手しますと、ここは杖です。ルピナスの、杖ね。能力は同じく PP1 の回復量 30% となっております。はい、今日は宝の地図6番を入手してみました。ほんとね、1から5までしかないって思ってる人もいると思うんですけども、6番が取れますので、ぜひ取って入手してみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。